はい、こんばんは。3月16日の夜、えっと、ヤフーに載ってるこの記事についてちょっと話したいんだけど、イオンシネマ移動の手伝いで従業員が不適切な発言と謝罪、車椅子ユーザーの解除めくり議論にっていう記事が載っていて、まあ僕も映画ファンなんで、イオンシネマさんはね、ちょくちょく利用させてもらってるんですよ。 えっと、スタッフさんはね、一応にこう若い感じの方が多くてね、ま一生懸命運営されてるなと思うんだけど、この記事のな内容はね、イオンシネマを運営するイオンエンターテイメントは3月16日映画館を利用した来,客者来館者に対し従業員が不適切な発言したとして謝罪文を発表した。 イオンシネマを利用した車椅子ユーザーが映画の鑑賞後、スタッフから今後は別の劇場を利用するように伝えられたという趣旨の投稿を SNS SN 上で出したところ、イオンシネマ側の対応をめぐり議論を読んでいた。同社は弊社従業員による不適切な対応に対するお詫びと題する文章を 文章を発表した。イオンシネマシアタス館調布のグランチアターで大観客の映画鑑賞後従業員が移動の手伝いをする際に不適切な発言をしたことが判明したと報告楽しみに当劇場にお越しいただいたのにもかかわらず不適切な対応により大変不快な思いをさせてしまいましたと述べ 謝罪した。同社は今回の件を深く受け止め、従業員へのお客様対応の教育再徹底と再発防止策を講じるとともに、設備の改善を含め、改善を進め、お客様の信頼回復に努めてまいりますとしている。改正障害者差別解消法の施行により、 4月1日から障害のある人への合理的配慮の提供が企業や店舗などの事業者に義務付けられる。これ事業者に義務付けられてるんであって、まあ、そのくくりで言ったら、法律上のくくりで言ったら、労働者、従業員に求められるとは書いてないということですかね。うん、でね、まあ、これ Yahoo のニュースなんで、えっ、ー、と、まあ、いつものようにコメント欄を覗くとさ、 こんなのがあっていや、ちょっと待ってね。<laughs> これ、ご本人の該当ポストを読んだら、イオンシネマは真っ当な対応だと思います。段差のある席に車椅子まで運び、さらにグランシート、リクライニングフットレスト付きのシートに、 シネマスタッフに移動させたんですよ。会材、会添え人なしで。ローカルホームで手動で降ろされた車椅子ユーザーといい、普段そんなことしてないスタッフにどれだけ負担かけさせるのか。そしてそれをここぞとばかりに SNS に上げて被害者ずら。自分が車椅子に可能性はみんなあるけど、双方の思いやりが必要ではっていう。 こ,とね、なんかこういうやり取りを見てさえっ、ー、と自分はね、えー、と昔タクシードライバー法人タクシーのタクシードライバーをしていたことがあってあることを思い出したんですよ当然タクシーもさあのー、車いすに乗っている方をお客さんとしてお乗せすることもあるんですねでただねえっ、ー、と まあ僕が勤務していた会社は一般のタクシー会社だったんで、その、体が不自由な方に関してはね、あの、いわゆる海沿い海沿いあの、タクシーに乗ったり降りたりするときは、その海沿いを助けする人がいたら、その人も同乗してもらって、乗ると、乗ることを降りることはできますよっていう、まあタクシードライバーが何かしなくても、 乗れる人、降りれる人、降りれる人だったら、OK ですよって。まあ、それは何を意味するかというとさ、タクシードライバーって、あの、介護資格とかそんなのないじゃない。普通の二種免許を持っとけば、タクシードライバーできるわけで、その、障害者、障害を持たれている方の対応をどうしたらいいかとかいうのはさ、教えてもらってない、そもそもできないんですよ。うん。 だから、まあ、後ろのトランクに車椅子を折りたたんで乗せる、下ろす、みたいなことは、要するにこう、手荷物を、えっ、ー、と、キャリアバッグを後ろのトランクに入れる、出すのサービスと同様なんで、そこはできるでしょって。でも、えっ、ー、と、障害を持たれてる方に対しての、こう、 アシストはどうするべきかとかいうのは業務の外なんでそこはアシストする方が一緒に乗る、降りるをしていただいたらいいよねっていう立て付けと僕は理解して、理解したんですよね。で、本当になんか障害者の方をお乗せすることに対応したタクシーっていうのはいわゆるこう福祉タクシーとかさ 介護タクシーみたいな、こう、ものが今世の中にはあるんですよね、うん。ただね、僕がタクシードライバーをしているときに、あちゃー、そんなことがあるのかって思ったのが、電動車椅子の方ね。ね。まあ、車椅子に乗ってる人が、全部、こう、タクシーに乗る。 降りるっていうことが、一人でできないかというとそうではなくって、タクシーに乗る、降りるは一人でできるぐらいの障害の方もおられるんですよ。で、そういう方だったら、まあ、車椅子を折りたたんで、後ろのトランクに入れる、後ろのトランクから出して、はい、どうぞって、その障害、 持たれてる、まあ、まあまあまあ軽いうちの障,障害なんでしょうねだったら対応できるんですけど一回ね会社であの話が出たのがね電動車いすなんですよ電動車いすってまあ今ネットで確認してみたんだけど本体がだたい1 0キロ超えでバッテリーが2 0キロ超えなんですよねだからトータルだとまあ大体3 0キロぐらいの重さになるんですよ だからまあ折りたためば一応コンパクトにはなるんで、タクシードライバーがね、電動車椅子をトランクに入れようとしたらさ、30キロぐらいの重さがあってね、腰の骨をね、骨折したっていうことがあったんですよ。まあもちろんそれ、業務でやっていて、骨折っていう重傷を負ったんだから、まあ労災扱いになったとは思うけど、<laughs> なんか、 会社としてはさ、まあ、お客、会社の指示でお客様をお迎えに行ったタクシードライバーが、あ車椅子乗ってる方なんだって言って、じゃあ車椅子トランクに乗せらないかんねって言って、横から背負って持ち上げたら、電動車椅子で、モーターとかバッテリーがついたやつだったから30キロぐらいするやつですよね。で、まあ、腰をひ,ひねったかなんかでね、骨折したんですって。 あそしたらもうね、骨盤骨、骨盤骨折してるのに、車の運転、うんぬんかんぬんとかもできないじゃない、そこそこで。だからもう、何でもかんでもさ、サービスだから、できるっていうことでもないなって思ったんですよね。うん、まあ、その辺は、まあ、サービスを受ける方、サービスを提供する方、 サービスを提供する側は、なるべくサービスを提供しようとするんだけど、実際真面目に対応したら従業員が骨折っていう怪我を負ってしまうようなことも現実に起こってるわけで、何でもかんでも OK っていうわけにもいかないんだな、みたいなふうに思ったんですよね、うん。実際、10キロちょいの車椅子でもさ、どっこらしょってこう、 トランクに入れるにはさ、まあ若い人だったらさ、まあ別になく、苦にもならないのかもしれないけど、実際高齢のタクシードライバーも今普通におられるので、ただでさえさ、腰をポンポンって叩きながらさ、<laughs> 腰痛を抱えながら業務をしている方、方がさ、10キロ超えの車椅子をさ、トランクに出し入れするのって結構な負担と思うんですよね。 まあケースバイケースとも思うけどあんまりねサー,ビスサービスを提供する側はお金払ってるんだぞ俺は障害者手帳を持ってるんだぞってかいうことをあんまり高飛車にやられるとタクシーをサービスを提供しようとしてる側もねちょっとこうドン引きすることがあるんじゃなかろうかと思うんですよね。 まあ、仮にさ個人タクシーと個人タクシーはまあサービスを提供するのに法人も個人もその差はないけどさまあ個人タクシーっていうのはまあ個人営業をされてるわけじゃないですかそしたらね対応するのが面倒くさいと思われる人がさ パッと目に入ったらさ、そりゃ、見ないふりして素通りしたくなるっていうのもまあ、分かれんでもないよね。まあ、明らかに泥酔した人がね、一人で手を挙げた時とかさ、でっかい荷物をたくさん持っている方とかさ、僕が個人タクシーのドライバーだったら、やっぱ見ないでするし、したらいけないんだけど、 したくなるっていう気持ちもね、わからんのはないですね。みたいなことをね、この記事を見て思い出しました。まあ、ルールとかマナーとかね、まあ日本社会にはあるんやけど、ルールとかマナーとか作法とかね、<laughs> サービスを提供する側、利用する側、ね、それぞれね。 ちょっとした心遣いもなんとかとか言いますからね。最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。